エンタメルそれでは候補者金子恵美でございます。白沢の皆様、改めましてこんにちは。選挙戦も5日目となりました。遊説を走らせていただきまして、今日こうやって白沢の皆様方にご挨拶をさせていただきます。私は今回厳しい選挙戦ではありますが、4回目この地では初めての衆議院選挙でございますが、立候補をさせていただきました金子恵美と言います。参議院議員時代には大変白沢の皆様にもお世話様になりました。選挙区が割りが変わりまして、今度はこの地で白沢の皆様にもぜひご指導いただきたい強い思いでこれまで前進をしてまいりました。そして今回の選挙戦、納得のいかない選挙戦、なぜこの時期に解散総選挙か、総裁が変わって、そして総理が変わって、総裁選の時に石破総理はしっかりと議論をする、予算委員会を開く、そのようなことを言っていた。しかし残念ながら総理に就任した途端、手のひらを返したかのように解散。今まさに全国各地で起こっている自然災害等への対応、特に能登半島もそうです。被災地の方々は苦しんでいる。そしてこのふるさとも福島県内でも様々な課題を持つ方々が、被災者の方々も含めていらっしゃる。そして遡ればアベノミクスの失敗から、格差社会は本当に存在し、格差が広がるばかりになった。分厚い中間層が存在していた我が国の状況は変わってしまいました。苦しんでいる人たちはたくさんいる。コロナ禍、このコロナ禍が終わった後もまだ再建できてない事業者の方々もいらっしゃる。地域経済もボロボロです。そしてまたさらに食料の自給率は低下する一方の中、我が国の食料自給率は 38% から動いていない。今こそ食料安全保障が重要。ウクライナ情勢や円安の状況や、そういうことから本当に食品も値上がりをしている。物価高騰は厳しい状況でありますが、でも農業者の皆様方の大切な生産物には価格転嫁ができないような状況にもある。課題が多いんです。たくさんの課題があるんです。私はそういう中で今回の選挙戦、ここまで来たならやっぱりしっかりと勝たねばならないと思っています。特になぜこのように手のひらを返したかのように解散総選挙を今の政権がしたか、やはり裏金隠しかもしれない。そうだとするならば、しっかりと裏金など作ることができないような政治資金規正法、それを再改正しなくてはいけない。また税金の使い道、先ほど来申し上げているさまざまな課題のために使っていく、単なる被災地に対する予備ではなくて補正予算、信用してしっかりと予算を作り上げる。税金を皆様方、国民の皆様方からいただいています。だからこそしっかりとその使い道は国民の皆様と共に考えていきたい。それができるようにするため、本当の政治改革を今からしなくてはいけません。地元の農業の振興、そして先ほどから申し上げている制度が最悪になってしまったからこそできてしまった社会的弱者の皆様方、
苦しい状況にある方々、そして被災地の皆様方を含め、苦しい人たちを救うのが、命と暮らしを救うのが、これが政治の仕事であるということ、安心できる国づくりをするのが政治の仕事であるということ、それをしっかりと私は国民の皆さん、地元の皆様とともに改めて再確認をし、それを進めるための政治改革を今から進めていきたいということを皆様方とともに確認をしたいと思います。安心できる国づくり、命と暮らしを守る政策、それを進めるために、そして我が国地元のこの白沢の皆様方のふるさとの農業を守るためにも、良い政策づくりをする前提となる政治改革をしっかりと進めてまいりますので、どうか白沢の皆様、白沢の皆様、私に本当の政治改革を託していただけないでしょうか。苦しい選挙ではありますが、全力で戦い抜いて、勝ち抜いて、皆様のためにしっかりと働いてまいりますので、どうか白沢の皆様方、私金子恵美、金子恵美、金子恵美と最後の最後までのご声援を賜りますよう、心からお願い申し上げまして、私からの白沢の皆様方に対するお訴えとさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。白沢の皆様、よろしくお願いいたします。